どうもお疲れ様です。ナミさん。いつもお世話になっております。あの、別動画で、平気そばのね、お礼動画を撮りましたんで、そちらの方もご覧くださいませ。よろしくお願いします。で、今回ね、ビッグモーターの動画、ナミさん、回ってますね。やっぱり、話題のテーマなんですよね、あれがね。うん。まあ、それを狙ってったわけではないんですけども、ああいったビジネスに関して、まあ、ビジネスっていうかね、インチキに対して、どういうふうに考えてるのかってことを多くの方が関心があるんではなかろうかっていうところですね。 はい、それでね今回はあの投資についてお話し,したいたい部分があると思いますけども投資ってね昔はね私が10歳とかその頃40年ぐらい前って最大の投資は貯金だったわけですよね、うん、貯金の金利が良すぎて世の中が景気が過熱して金利がすごく良くてですね、まあ、およそ10年で倍になるんではないかなっていうふうな金利7%みたいな時代がありました悪くても5%とかねで銀行に預金に行くと 私みたいな小学生でもねなんかそのおもちゃがもらえたんですよね今ちょっとね安いシールみたいなものしかくれませんしかもめったにくれません最近はね銀行のその現金入れる袋があるでしょあれをくれないんですよね以前は袋が束になって ATM のそばとかにだん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 置いてあったんで束でもらってきて家でねいろんなことに使うみたいなことができたんですけども今はね頼まないとくれないんですよしかも1枚ずつなんですよねでその理由ってのが そのコロナ対策のためにとか言うんんででですすよよ私聞いたんですよいたやコロナ対策とかなんとか言っといてね銀行の資産運用とかセールスのチラシは置きまくってるじゃないですか何で紙袋だけくれないんですかって言ったらね答えに困ってましてすいませんそう言われたら辛いんですけども実はまあ経費の削減でってっでしょケチってるわけでしょ <laughs> だって金利もついてないのにそうやってねお客さんが一方的に持ってくる紙っぺら茶封筒 これただであげるわけないですよね。いやでもね、だからといって、お客さんが手数料で損するような、そんな金融商品のおすすめばっかりですよ、ここは。<laughs> 確かに今ね、銀行に行って、いろんな投資進められてますけども、もうどれがいいのかわからないというよりも、銀行の窓口ってのは基本的にね、手数料で儲けるビジネスなんで、お客さんのお金が増えることに対してあんまり責任持たないんですよね。で、新しい商品どんどん出してくるんですけども、そもそも、 儲かる投資がもしあるんだったら新しい商品出す必要がないわけですからね、まあ、そんなことをいろいろと窓口の人と話したということでございましたなかなかね窓口の人も私の場合は地方銀行ですけどもなんか担当者の方がずっと変わらないんですよ、うん、だからそこそこねお互いに仲良くなったりとかして銀行の係員の人っていうよりもだから割と最近ではねプライベートなお話もダラダラしたりとかするもんなんですよね楽しいですね でなんかねその、銀行の税金の振り込み用紙を QR コードで自宅でプリントアウトできるそうなんで、それを教わってね、そういう風にしたんですけども、滅多にしてくれる方がいないそうなんで、私がやっていったら、すごく喜んでくれたんですよね。まあ、今日はそんなエピソードでございました。はい、えー、じゃあ、へぎそばありがとうございました。